んにちは、川越梢です。いよいよ桜のシーズン到来ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースを追った3月16日号、今回は大森のりのふるさと館で現在開催されている開館10周年記念企画展とのり作りをテーマにしたイベントの模様をご紹介します。それでは早速ご覧ください。2月10日、浜辺の海苔の成長状況を区民の皆さんにご覧いただくための見学会が開催され、20名が参加しました。海苔は12月から翌3月頃までが収穫の時期となっており、ふるさと館では昨年12月に海苔網を張りました。一つは昔大森の海で行われていた竹ひびという道具を使った養殖風景を再現して昔のやり方を紹介しているということと、今のやり方を海苔網を使った養殖風景を再現することで今と昔の比較を皆様に紹介しています。自分たちで作ったひびがからこう海苔が出てるの見て嬉しかったですね。なんか子供が生まれたななんて感じがして、とても嬉しかったですね。一方、大森のりのふるさと館では開館10周年を記念した企画展を開催中。太田の漁業青年たちの挑戦と題したこの企画展は、大田区ののり漁業が最盛期を迎えた昭和初期から30年代にかけ、のりの増産などに尽力した当時の漁業青年たちにスポットを当てた内容です。新しい時代の技術の向上や経営の効率化などを目指して、青年たちが研究会を発足させました。その時代に多くの研究がなされたのですが、残念ながら大田区は昭和38年に海苔生産は終わりになってしまいました。しかしその当時の研究は現在の海苔生産につながっておりますので、その当時の青年たちの挑戦、さまざまな研究、熱意などを伝えたいと思いまして、今回この企画展を開催いたしました。この企画展とともに大森海苔のふるさと館では、江戸中期から昭和38年春まで続いた大田区の海苔養殖の歴史や技術などを常設展にあるさまざまな資料で垣間見ることができます。中でも注目なのは、国の重要有形民俗文化財でもあるこちらの海苔船。親船とも呼ばれるこの船は、昭和30年代に造船された大田区に唯一残る海苔船でもあります。また海苔作りの作業部屋を再現したこちらの海苔つけ場も当時を垣間見る貴重な展示です。2階の展示スペースには大田区の海苔の歴史に関するさまざまな資料やユニークな体験コーナーも設けられています。なお、大森海苔のふるさと館の開館時間は午前9時から午後5時までで、毎月第3月曜が休館日、入館料は無料です。開館10周年記念企画展、太田の漁業青年たちの挑戦は4月14日まで実施しています。ぜひご来場ください。それでは最後に大田区からのインフォメーションです。4月21日に大田区議会議員選挙と大田区長選挙が行われます。ご自宅に郵送された投票用紙を持参の上、指定の投票所までお越しください。なお、投票時間は午前7時から午後8時までです。当日投票に行けない方は期日前投票をご利用いただけます。期間は4月15日から20日まで、区役所本庁舎2階と区内18カ所にある特別出張所で受け付けています。皆さんの貴重な1票をどうぞ大切に。それでは次号もどうぞお楽しみに。